今スタートしました。一線に広がりました桜栄光王、そしてメルシーステージ、さらにトロナラッキーと好スタートを切っています。内からはのサムソンビッグも行きました。4頭の競り合い、その後でありますが杉野ブルボン、そして成田ブライアン、現在5番手争いの一角名村国王が、そのうち最内はセントギャロップと集団を形成、その直後内オフサイドトラップであります。あとはドラゴンゼア、それからその人アイネスサウザーで第1コーナーのカーブに入りました。マルカ王冠エアダブリン、その後ノーザンポラリスと固まっています。さあ先手を取りましたのは川北騎手騎乗のメルシーステージ。今リードが1馬身半、2番手にはトロナラッキー、3番手争いですが内からはサムソンビッグ、それからその人をついて一気にアイネスサウザーが行って先頭を奪い勢い、そして現在5番手の位置に3番の桜栄光王であります。あとは3馬身開きまして杉野ブルボン、さらにその直後でありますが外に成田ブライアン、ちょうど先頭からは8馬身ほどの位置、その内をついてセントギャロップであります。さあスタートしてからの 1000m のラップを見てみましょう。59秒台で通過していきます。メルシーステージをかわしましてアイネスサウザーが先頭に立っている。そしてトロナラッキー2番手、その後メルシーステージ3番手、4番手は内をついて2番のサムソンビッグ、5番手桜栄光王、あと3馬身バグが切れました。3コーナーの上りに向かっていますが杉野ブルボン、成田ブライアン、それから遅れましてその人に名村国王、直後1馬身差、外を回りましてドラゴンゼア、内を回っているのがセントギャロップの体勢、この辺り中段であと 1000m です。その後方外を回ってエアダブリン、あるいは内をついて藤野真剣王と固まりました。その直後外を回ってエクセレンスロビンが上がってまいりました。さらにその後方でありますがイーデライナー、あるいはヤシマソブリンが外を回って徐々に仕掛けて上がってまいります。マルカ王冠、そして現在最後方、これがノーザンポラリスでしょうか、いやエクセレンスロビンス、ノーザンポラリスは中段です。早くも4コーナー手前にかかってまいりました。今600を切りました。アイネスサウザーが先頭、2番手争い、マルカブライアンが早くも外、先頭争いに加わって第4コーナーカーブから直線に向きました。トロナラッキーが間、そしてそれからその後方桜栄光王であります。おっと成田ブライアンちょっと外に寄れたが、400を切ったところで早くも先頭か、アイネスサウザー、藤野真剣王が間をついている。エアダブリン、さらにその後方グループ追い込み勢はどうか、名村国王はもがいている。さあ先頭は成田ブライアンだ。そしてその後方からノーザンポラリスも追い込んでくる。連れて上がってきたのがヤシマソブリンです。さあ直線100の標識、成田ブライアン堂々先頭、2番手争いはエアダブリンか、エアダブリンが上がってきた。成田ブライアン圧勝でゴールインです。南井克美騎手41歳、堂々とダービージョッキーの座につきました。そして2番手にはエアダブリンであります。